江草博貴の夢を語れ。こんばんは。パーソナリティの福山出身栄新高校卒業の元プロ野球選手江草博貴です。そして頼れる相方、こんばんは、同じく栄新高校出身の西田茂弘です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西田さん、はい、今週はなんと、うん、ゲストに2011年ドイツ FIFA ワールドカップ優勝、その立役者、現サンフレッチェ広島レジーナの金賀ゆかりさんです。こんばんは。こんばんは。いや、ありがとうございます。いい、ごちそうさまでございます。もうね、今日たっぷりお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。この番組では皆さんの夢を募集しています。番組のご意見ご感想、そしてあなたの叶えたい夢をお待ちしています。メールは夢@fm777.co.jp です。夢@fm777.co.jp。 ファックスは 084-920-8765、 920-8765 です。この番組の提供は外国人に特化した人材探しのパートナーヨロ、生命保険の見直しのことならライフステージ、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社の提供でお送りします。改めまして、今週のゲストはサンフレッチェ広島レジーナの金賀ゆかりさんです。金賀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、早速なんですけど、金賀さんの、プロフィールみんな知ってると思うんですけど、簡単に紹介させていただきたいと思います。金賀さんは1984年5月2日生まれ、神奈川県横浜市戸塚区出身です。湘南学院高等学校、日本体育大学体育学部体育科学科出身、もうね、体育の文字が並んでおりますけども、で、現在サンフレッチェ広島レジーナの所属だということですね。北京オリンピック、ロンドンオリンピックの日本代表、2007年、2011年、2015年の FIFA 女子ワールドカップの日本代表でもあるということです。すごいですね。素晴らしいです。もう世界で戦ってきたという方ですね。なんかだんだんゲストがすごくなりすぎてて、ちょっと僕も怖いんですけどね。もうなんかどうですか、銀河さん、ここまでのプロフィール、こうスポーツずっとやってきてっていうような感じなんですけど、はい、もうスポーツ以外で何かこう楽しみみたいなのはあったりしたんですか？まあ、サッカーをずっとやってきたんで、はい、本当にサッカー中心の今までというか、あ、じゃあもうサッカーやってる時が一番楽しい。はい、間違いないです。間違いないですよね、はい、もうサッカーを愛してます ね。 そうですね、このプロフィールにはお兄さんの影響でサッカーを始めたと書いてあるんですけども、はい、お兄さんとは今でも仲がいいんですかね？まあ、頻繁にってわけではないんですけど、たまに連絡取ったりとか、はい、実家の方に帰った時には兄がパン屋をやっているので、はい、お店にパン買いに行ったりとか。パン屋さん、そんな感じですね。はい、一緒にボールを蹴ったりっていうのはもう今はないですか？今はもう全然ないですね。ちょっとやってみたいなっていうのも、でも一緒にやってたらなんかちょっと変な光景ですよね。いやいやいや、でもなんかね、いい光景じゃないです、そういうの。いや、私4つ離れてるんで、はい、そんなに一緒に蹴って、私は遊んでほしかったんですけど、あ、そっかそっか、兄はなかなかこう自分の友達と遊んでばっかりで遊んでくれないなっていう感じだったんで。まあ、今はね、お仕事もお忙しいでしょうしね。そうですね、今も、はい、もうね、ぜひちょっとそのパンも食べてみたいですけどね。食べてみたい、ちなみに何パンが好きなんですか？兄のところはカレーパンが美味しいです。カレーパン最高じゃないですか。僕大体3つぐらい食べちゃうんですけどね、カレーパン。ぜひ、じゃあちょっとお店紹介してから行ってもらってください。はい、ぜひもうね、後で教えてください。はい、ぜひお願いします。、はい、じゃあちょっとプロフィール戻りますね。はいはい、はい、2011年の1月にベレーザからレオネッサに移籍してるんですけど、この時澤さんとか大野さんと一緒に同じチームメイトになってるんですよね。そうですね、たまたまというわけじゃないんですけど、はい、同じタイミングでオファーをいただいて、神戸かアイナス神戸レオネッサから、はい、で、その年に、はい、移籍することになって、今でも連絡取ったりはしてるんですか、はい、この人たちとは。
そうですね、たまに澤さんも連絡をくれますし、はい、あの誕生日にはいつもあのプレゼントもいただいたりとか、連絡もくれたりとか、はいはい、大野さんはあのもうかあーコーチ指導者になってるんで、はい、試合で今度会えるのを楽しみにしてます。あ、いい仲間が、ね、ずっと続いてるんですね。そうですね、はい、すごい。いや、さっき出たんですけど、澤さんって本当すごいんですよ。あのちゃんとなんかもういちいち俺のメールが丁寧だったりとか、なんかすごいもうこの女子力高いんですよ。あ、もうプレーもそうですけども、それだけじゃなくて人間的にも魅力ある方なんですね。そうなんですよ。それで僕ももともと知り合いだったんですけど、うち あの妻とも知り合いだったんですよ。それで一個だけ僕ちょっと澤さんのこと嫌いになった瞬間がありまして結婚するときにあのうちの妻にエグサやめといた方がいいんじゃないって言ってる。いやいや、ちょっと待ってと。キンガさん、これどうですか、言いそうですか。いやー、どうですかね。まあでもそういうふうにこうちょっと笑いもっていうのもやっぱりあるんでしょ、澤さんって。そういう方じゃないじゃないですか。いや、もう本当に気さくな人で、うん、ね、うん、いつもこう連絡もすごい本当にマメだったりとか、あのお忙しい人なんですけど、本当にすぐ連絡くれたりとか、いろんなことをこう気にかけてくれる。そういう人たちとも一緒にプレーしてる。そして今はサンフレッチェ広島レジーナへ、うん、この、はい、あの広島に来てから広島の印象ってどうですか。はい、広島は、まあ、人があったかいなっていう感じがしていて、はい、まあ、こっち引っ越してきても隣の家の方だったりとかがすごくよくしてくれたりとか、はい、まあ、あとはやっぱなんといってもカープへの愛と熱が想像を超えてましたね。すごいですよね。すごいんですよ、本当に広島の人。いやー、すごいですね。ね、僕もちっちゃい頃からずっとカープの帽子かぶってましたからね。やっぱり街でよく見ますもん、はい、そうそう、あんなちびっこだったんですよ僕も。いいですよね。でもね、本当にね、やっぱ広島に来るとカープは欠かせないと言いますか。はい、こんなにあのやっぱり聞いてはあのカープ女子とかいろんなところで聞くこともありましたし、はい、すごいんだろうなっていう想像はしてたんですけど、はい、すごいレベルが日本じゃないみたいにして本当に。でもどうですか、やっぱそういったのを見てサッカーももっと盛り上げていきたいという思いにもなられるんじゃないですか。いや、もう本当に、こんな風になれたらいいなってすごい思いますね。ね、でもそのなでしこが盛り上がったともね、やっぱりその銀河さんとかこうすごい選手たちがいっぱい頑張ってやっぱり盛り上がったわけなんで、もう広島も同じように盛り上げていっていただけたらなと思いますよね。はい、頑張りたいと思います。あとちょっと気になるのがやっぱそのアスリートって食も大事じゃないですか。はい、それ広島に来てからの食べ物とかってどうですか、口に合ってますか。めちゃめちゃ合ってますね。合ってるんですけど、はい、なんでもっともっと行きたいんですけど、はい、まあこういう状況なんでなかなか行けてなくて、はいはいはい、ちょっと悔しいです。味わいたいというか、何かこうまだ食べてなくてこれをちょっともう話には聞いて食べたいんだっていうのは何かあったりしますか。もう結構食べ尽くした感じ。いや、全然全然。でもなんかそのお好み焼きは食べたんですけど、あの夜にこう皆さん鉄板でこういただいたりとかそういう感じで食べたりもしてるじゃないですか。はい、なんかそういう食べ方をしたいです。あ、テイクアウトであれに入ってるとね、なんかちょっと寂しいですもんね、やっぱり。そうですね、なんかこう熱々でこういろいろ味わいたいなって思うことがありますね。で、このお好み焼き屋さんもたくさんありますからね。はい、その多さにもびっくりしました。うん、あ、やっぱりそうなんですね。はい、もういろんな店のお好み焼きぜひ食べて回ってくださいね。もうそういう機会できたらね。はい、楽しみたいと思います。うん、はい、キンガさんのお気に入りの曲ヒッピーの君に捧げる応援歌、これをリクエストいただきました。この曲は何か思い入れがあるんですかね、キンガさん。広島に来る前に、はい、ちょっと、知り合いからこの曲を聴いて、はい、すごいいい歌だなと思って聞いてたんですよ。はい、そしたら広島に来てからテレビを見てたら、はい、ヒッピーさんが広島の方だっていうのを知って、なんか勝手に親近感を湧いてしまったというか、
なんかすごい運命的というか、タイミングも良かったですね。はい、聞きたくなって、うん、はい、歌っていただいてます。はい、わかりました。では曲の後は遠藤美和のミワンダフルのコーナーです。金賀さんには後半もたくさんお話をお聞きしていきたいと思います。それでは聞いてください。ヒッピーの君に捧げる応援歌。遠藤美和のミワンダフル。皆さんこんばんは。さて、このコーナーはソプラノ歌手の遠藤美和が日常のふとしたワンダフルなことを皆さんにお伝えするコーナーです。あなたも日常で何気なく心を動かされたワンダフルな経験ありませんか？ぜひ皆さんのワンダフルも教えてください。今年も横浜の実家のスズムシが孵化しました。うちのスズムシですね、なかなかワンダフルな生命力なんですよ。このスズムシはですね、3歳頃に福山市から、横浜の方に引っ越しまして、で幼稚園に入学したんですが、その当時は、ね、知り合いも友達もいなくて、で社宅に住んでいたのでペットを飼うこともできず、結構寂しい日を過ごしていたのを覚えています。その年の夏に近所で行われた祭りにつがいで30円ほどで売られていたのがスズムシでした。リンリンと綺麗に鳴く初めて見る生物に夢中になって見ていると、母が飼ってみると言ってくれたので、つがいで全部で4匹ほど家に連れて帰ることにしました。そのスズムシは夏の間綺麗に鳴いてたんですが、次第に声も小さくなり、最後は聞こえなくなってしまいました。短期間しか生きられない命の儚さを知ったんですが、なんと次の年もスズムシの卵が孵化したんですよ。しかも何十匹も生まれたので、すぐにその当時の虫かごの中がたくさんのスズムシでいっぱいになりました。数年後には全部で3ケースほどのスズムシになって、1ケースは近所の方に差し上げて、もう1ケースは近くの森に放しに行きました。それでも1ケースのスズムシを夏中はちゃんとお世話しなくちゃいけません。なので毎年福山に帰省する時も飛行機でスズムシを連れて帰ってました。虫ね、実は機内持ち込み OK なんですよ。でも機内には虫が苦手な方もいらっしゃるんで、紙袋とかでそのスズムシを覆ったりですとか、あとリンリンって結構鳴き始めちゃうんで、その時はちょっとコンコンと軽くケースを叩いたりしてスズムシを静かにさせていました。そんなこんなで、ね、もう優に20年以上ですね、スズムシを飼っているんですが、毎年ものすごく元気に鳴いてくれるので、夏は荷物を配達に来るお兄さんに、玄関スズムシの音が鳴るセンサーがついてるんですねと褒められることもあります。毎年うちには夏には番犬ならぬ番スズムシがいます。今日は最後に、まだまだ夏真っ盛りで夏は過ぎていませんが、井上陽水さんの少年時代をソプラノ歌手が歌ってみたいと思います。聴いてみてください。誰の憧れにさまよう、青空に残された私の心は夏模様、夢が覚め夜の中、窓を閉じて
はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。この曲を歌うと子どもの頃を思い出します。このコーナーのお便りもお待ちしております。あなたが経験した小さなワンダフルや大きなワンダフル、また遠藤美和への質問等もございましたら、番組のミワンダフルのコーナー宛てにお便りをください。ではまた来週、ワンダフルな1週間を。人材派遣のヨーロ、外国人ならヨーロ、仕事探しはヨーロ、みんなを結ぶぜヨーロ、 YOLO ヨーロ、 YOLO ヨーロ、ヨーロをよろしくヨーロ、 YOLO 福山ヨーロで検索。コロナで生活が一変した今こそ保険の見直しをしませんか。プロのファイナンシャルプランナーがあなたの収入に合わせた支出のコントロールを丁寧にアドバイスいたします。生命保険の見直しならライフステージ。創業以来50年間、マルケイ食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケイ食品株式会社。はい、今週のゲストはサンフレッチェ広島レジーナの金賀ゆかりさんです。金賀さん、引き続きよろしくお願いします。お願いします。あの、なでしこジャパンの思い出などをちょっと聞きたいなと思うんですけども。はい、実際あのやっぱりすごいなでしこジャパンってフィーバーした時とかってどんな感じだったんですかね。いや、もう本当、まあ、あの優勝する前は、はい、たとえ優勝してもこんなにも、なんていうんですかね、皆さん見ていただくとか、日本があれだけ盛り上がるなんてことは想像もしていなかったので、あの、まあ、向こうで優勝して日本がすごいことになってるらしいっていうのは聞いてて、ドイツの方で。ただちょっと帰ってきてちょっと別世界すぎて、もう本当びっくりしました。いや、すごかったですね、本当に。もう連日連日もうなでしこジャパンばっかりで、いや、もう信じられない感じ。あの時はだから帰ってきてもお忙しい日々だったんでしょうね。そうですね、本当に、まあ、帰国してすぐにあのいろんなニュースの、で番組に出させていただいたりとかをして、あの分刻みにこう移動するとか、本当そういう世界って本当にあるんだなっていう体験しました。いや、僕経験したことないんでね、わかんないんですけど、すごいですよね、本当に。なんかコンビニ行くのとかでもね、なんかその周りに見られててなんか買いづらかったとか、そういうのもあるんですか。あのファミリーマートのあの CM に出させていただいて、はい、あのその時はちょっと正直、あの行くのちょっとどうしようってなりました。ファミリーマートにね、自分が出てるからお店でこう自分の声が流れてたりとか、そうか、そういうのがあってちょっと恥ずかしいなと思って、ちょっと気になるなみたいな。気になりますね、そりゃね、うん、面白い。それでなんと国民栄誉賞もあの受賞されているということで。はい、実際あのどうなんですか、何かそのいいことってあるんですか、国民栄誉賞っていうのは。いや、いいことですか、はい、こうやって言っていただけることですか、ね、もう名誉な賞でなんか例えば副賞に何かあったよとか、そういうのはないんですか。一緒にあの熊野筆で、はい、あの熊野町の熊野筆で、はいはい、まあ、これまたなんかこう運命を感じたというか。あ、そうか、広島とね、広島に来ることができて、そうですね、あの多分使ってる人はほとんどなでしこジャパンのあのメンバーで多分いないんじゃないかなって思う。もうちゃんと撮ってるんですよね、もちろんね、はい、使った方がいいって言われるんですけど、なかなかちょっと使えないなっていう。でもその貴重なものをいただきました。国民栄誉賞をこう決まりましたよって言われた時ってどういう心境だったんですか。まあ、チームがいただいたっていう感じなんで、まあ、私個人としてもいただいたんですけど、こうあんまりこう自分事としてはこう捉えられないというか、そんな賞をこう自分がいただけるなんてことはちょっと想像を超えるようなものなんで、やっぱすごいことだったんだなっていうのを、こういうので、まあ、優勝した実感というか。でもその受賞ね、こう、まあ、あれは総理と会うんですよね。はい、そういう時ってこうどうですか、雰囲気っていうのはやっぱり緊張感がピーンとみたいな、そんな感じなんですか。そういうもんだと思うんですけど、
あのそこがあの当時のなでしこジャパンのいいところなのか、はい、結構硬いというかそういうところでも和んでしまうというか、うん、まあいいのか悪いのかちょっと微妙なところではあると思う。いやいやいや、だから良さがそういう、まあ、授賞式というかそういうところにも出たということですね。そうですね、うん、ワールドカップの決勝の時もそうでしたし、そういう時もそうだったんで。そうなんですね。はい、あ、じゃあそういう時だからこそ明るさを持っていこうっていうのも、まあ、試合もそうでしょうけどもあったんですね、チームではね。そうですね、雰囲気はすごい明るい、まあ、メンバーも揃ってましたし、まあ、監督も明るい人だったんで、あの自然とチームがそういう、雰囲気だったと思います。だからやっぱね、優勝できた、いい雰囲気でずっと試合ができたってことなんでしょうね。さあ、そして今現在サンフレッチェ広島レジーナに移籍されてますけども、どうですか、はい、今広島のチームは。あのゼロからのスタートっていうところで、はい、まあ、初めてチームが立ち上がったところではあるんですけど、これも、本当にすごいいい状態でクラブがいろんなものを用意してくれて、まあ、そういう中で、私たちも毎日全力でこう練習ができている中で、すごくいい数ヶ月を送れてると思います。うん、で初代キャプテンじゃないですか。はい、やっぱりこう初代っていうのがあって、何かこう新たにいろんなものをこうどんどん作っていこう、まあ、歴史もそうでしょうけども、そういう思いを強く持っているというのはやっぱりあるんですか。はい、まあ、初代っていうところで、構えるところは確かにありますけど、まあ、私はそんなにこうキャプテンしてるようなタイプじゃないので、とにかくもうチーム全員でチームをこう良くしていったりとか、少しでもこう大きくしていくっていうところをこうみんなと一緒に、やれたらいいなと思ってやってます。うん、普段からそのチームメイトにはこういうことをこう言葉としてね伝えてるっていうのは何かあるんですか。まあ、やっぱりそれぞれ特徴があるので、あのいいもの、自分のいい部分っていうものをあの出していこうっていうところはあの、まあ、言うようにしてます。うん、金賀さん、何かあの、はい、告知やお知らせなどがあれば。9月からリーグ戦が始まるので、そこまで本当にいい状態でスタートできるようにチーム全員で、一丸となって頑張りたいと思うので、あのぜひ応援してもらえると嬉しいです。そうですね、この夏も大事ですよね、大事な時間ですよね。はい、もうすごく、はい、大事な時間になってます。はい、今週はゲストにサンフレッチェ広島レジーナの金賀ゆかりさんをお迎えしてお送りしました。そしてなんと今日のゲスト金賀さんのサイン色紙を1名様にプレゼントいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ご希望の方は住所、氏名、電話番号を入れてメール、ファックスでご応募ください。そして引き続き来週も金賀さんにはご出演いただきます。金賀さん、今週はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週。この番組は外国人に特化した人材探しのパートナーヨロ、生命保険の見直しのことならライフステージ、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社の提供でお送りしました。